い、こんにちは、こんばんは、よっくんです。今日はね、アゴテン久しぶりに使っていきたいと思います。なんでアゴテンかというとですね、アップデートでちょっと全部変なレートになってたんですが、それが昨日の夜修正入って、なんかすごく速度のステータスが全部変わってるんですけど、なんだろう、もう今はもうなんか CQR が星7マックスで6000とか なるみたいで、めちゃくちゃ強いですよね。でアゴテンも、元が2000いくつだったっけ、2700とか800だったのが3000ちょっと超えるぐらいになりました。で、今はヤギ防具の胴体と足で、頭はマスク星6つけるとスケートができるんですよね。3点でスケートができるようになったアゴテンでちょっと使ってみたんですけど、まあまあ楽しいですね。まあ、強くはないです、決して強くはないけど、なんか昔のポータブルが軽い頃のアゴテンのなんか楽しさが返ってきた感じでちょっと使ってますね。まあそんなに火力的にはまあ相当 CQR と比べると落ちますけど、まあこんな感じでスケートできて、範囲もあって命中率もなかなか遊べますね。ただ出会い頭とかだともうちょっと打ち負けますね。火力はないです。遠くからちょっとチクチクやる、こんな感じでヘッシュは入りやすいです。かなり今後ろからダメージが入らないんですね。今バグかな、バグだとは思うんですが、後ろからのダメージ入りにくいですね。こんな感じでアゴテン、前はね3点でこうやってスケートできてたんですけど、今できなくなってたのが防具が軽いのが出てきて3点でスケートできる、あと3人出るの敵さんが後ろだな、後ろいましたね。やっぱりコントローラーなんで、ね、振り向けないんで、もう前に進むしかないという、いつもこんな感じの立ち回りになりますけど、まあ、ここマップ的にここはちょっとポータブルちょっとでも速い方が有利は有利なんですけど、仕方ないですね。まあでも結構楽しいですね、アゴテン。これターミナルとか訓練場とか結構楽しいです。敵さんいるか、音がしました。あ、いいな、スケートギリギリなんで、ね、ちょっと遅れるとスケート止まってしまうんですけど、とことこ走ってきましたね。入らねえ、ダメージが言いますね、言いますね。当たるかな、当たりましたね。あ、まあ、この青天もちょっとなんかレートが上がったのかな、上がってはないのかな、でもちょっといい感じで使えるので、ね、楽しいですね。とあと範囲がね、結構届くんですよ。こんな距離が前は届かなかった気がするんですけど、あ、打ち負けましたね。DMR 強いですよね。 DMR は強いですね。弾数も多いし、ただポータブルがまだいるかな、そこにいるとまた撃たれるけど、うわ、なんだ、うわEMG でしたね。敵さんあそこ固まってんな、これ行きます。ラチが開かない、ラチが開かないんでね、あそこ固まってるんで、もう結構なんかアゴテンもちょっと瞬間的な火力が弱いですけど、まあまあいい感じで、DMRの人ここにずっといますね。このデザートホール、もう角とかに上に居座られるともう近寄れませんね。この2人いる、こんなんですよね。近寄るとハイドラって、もうこれもう自分は嫌いなんですけども、これ動かない人の鉄板ですね。近寄られたらワンパン、もう面白くねえな。アゴテンですね、仲間がいました。こんなアゴテンと釣ってくださいね
こんなしぶき使ってるんだから、またいる、いますよね横に。ほら、まあそこも何やってんのって感じですよ。ノックスも届きますよね。面白くね、あのこれがなんだ、もうちょっとこう動く人だと楽しいんですけど、1ですとか11キロ1ですとかも動いてない証拠ですよね。もう、まあでも最近あのアンドロイドの方も入って、まあレベルはちょっとあったんでアンドロイドでは今の方はないと思うんですけど、アンドロイドの方とか入ってきて、あの動かないというよりまだ動けない人は結構増えましたね。あのレベル低くて全然立ち回りというか、まあマップも分かってないんでしょうけど、動けない人が結構いて、航空機か、航空機嫌いなんですよね。押し込まれたらもう何もできないし。で、アップデートっていうか昨日のあの速度がちょっと変わったやつなんですけど、いろいろこういろんな武器使ってみたんですけど、強くなったなっていうのは、まあ、CQR と HMG、 あとなんだっけな、強くなった感があるのは、まあ、このアゴテンもちょっと強くなった気がしますね。あとなんだっけ、あとは自分が持ってるやつだと、あのハンドガンのあの古いやつ、なんていうんだっけ、あれ名前が出てこない、 RED かな、あのハンドガンも速度がちょっと上がって強くなってますね。あとはなんだっけ、とこんだけ全部捨てが上がってるのになぜかあの UNK だけ据え置きというか、据え置きだからもう完全に弱体化ですよね。もうバンバンいきますよ。あ、上いますね。びっくりした。あ、コムも割と強くなってますね。コムも速度がちょっと上がっていい感じで使えるようになってます。コムとあと何が強かったっけ、あと PPM も強くなってますね。この間までちょっと音が途切れる感じで、ちょっとストレス溜まる感じだったんですけど、ちゃんと連続して音というか発射音が続くんで、ね、気持ちよく。なんかこの防具がちょっと硬くなった気がするんです。硬くなったというか、そういうんだけどな。さっきの方ですね。このランチャー使ってもいいんですけど、面白くないので、アゴテンで取っていきたいと思います。とりあえず敵さん出てこない前提で取っていきますけど、味方さんがもうこれ押し込んでくれてるんで。星7はね、自分が一番最初に作った星なので愛着あったんで、これがまたこうやって使えるようになると嬉しいですね。これノーマルでこの火力なんで、結構シリーズだと多分いい感じだと思いますね。スコープもちょっとおかしくはなったけど、まあでもちょっと前よりはまあだいぶ随分マシになりましたね。ちゃんと効きますし、そういうの。このロケランがね、なんか変な感じなんですよね。ロケランが狙ったとこに飛ばないというか、ね、
見えますよね。おやおやおや、バンバン中入ってリスチ引っかき回さないと面白くないですから、ね、トーナメントだとねちょっとあのポイント欲しいんでやっぱり考えますけど、もう個人のチーですだとバンバンやってますね。味方さんは入っていかないかな、入っていって楽しみですけど、いないですね、いない、いない、こっちかな、いないですね、やっていますね、2人いる。はい、こんな感じですね。まあ、アゴテン結構ポータブルいい感じで使えるようになったんで楽しいです。できたらねシリーズも使っていきたいと思います。クロムがねちょっと今星6と星5、あと星4つで星7集まるのね。クロムできたら星7作りたいですね。香港だけ使えるんであればクロム作る価値は十分あると思います。今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。